先に塩だけ、塩焼きだけ焼くか。このいただきます。え、カマスって麺美味しいのかな。俺サンマの麺マジめっちゃ好きなんだよな。目から食おう。サンマの麺俺めっちゃ食う。美味しいよ。俺家でサンマの時、俺7人家族だったんだけど、7人分の麺集めて14個俺サンマの麺食ってたよ。あ、麺うまっ。カマスの麺うまっ。で、美味しいよ。で、ちなみに目ってコラーゲンとかっていいんですよ。マグロとかのは食べたことあるけどさ、 DHC ね。俺焼き魚食うの下手くそだから配信で食いたくねえな、今思ったら。ゴン方式でいきます。塩辛塩辛そんなに魚の味があんまりしなかった。塩美味しい。ね、ちょっと食べて。なんかあんま身がついてないな。美味しい。生じゃないと思う。ちょっとぬるくなっちゃったけど、ポン酢付き、美味しい。ちょっとゴリラ分のイカそうめん残しておきました。あ、風呂入ったんだ。風呂入ってくるって言ったけど。言った、うん、あ、そうなんだ。ちょっと待って、自分の分の、あ、まあいいや、後でいこう。ポン酢でいい？醤油がいい？いや、ポン酢でいい。ね、あれ飲みたい。ビール？あ、ビールじゃねえ、ノンアル、うん、よく噛んで食ってね。一応チェックしたし、隠し包丁入れたし、細かく切ってるけど。めっちゃ綺麗じゃん。いただきます。どうぞ。うまっ。おいしい？うん。でもなんか普通に刺身だよね、イカの。おいしい、めっちゃ。うん。一旦置いて。すごいじゃん、これ。すごいっしょ？うん、めっちゃおいしいんだけど。うん、まあ、まだあるよ、食う。いや、いい。あとね、ちょっと太めに切ったのがね、7切れぐらい。半分あげるじゃん。いや、いいよいいよ、食べなよ。俺もね、実は俺だけ15枚ぐらい食ってるということで、日清のコツのいらない天ぷら粉揚げ上手を使って、天ぷら粉 100g をまずはね。これゴリラに言ったんだよな。あれ天ぷらって粉につけた後に液につけないっけって言ったんだけど、なんかどうやら液につけるだけらしい。天ぷら粉が 100g に水 160ml。 でもさ、これめっちゃ余りそうじゃない？だって俺魚2匹とイカだよ。まあいっか。イカだけ終わってます。なんか教育テレビでさ、うん、さかなクンの番組やってるじゃん。ああ、やってるね。あれでさ、ダジャレ言ったらすごい恐ろしい音楽とかが何、恐ろしい音楽？うん、なんか知らない知らない。やばくない？リンゴ、ブロッコリーこれ何？アボカド。これアボカド、ハム、ピーマンある。あ、ピーマンいい。
ゆきも食う？塩入れすぎちゃいました。うんうん、いいよ。いや、うまっ！たまにこう食ったよ。それしかないのに。うまっ！マジでうまいんだけど。これ、イカ越えです。いかよりキスがうめえ。いや、キスうまっ。これなんだっけ、豆ごちみたいなやつ。豆ごちいきます。あ、うまっ。うめえ。ピーマン食べた。食べない気がする。待ってな。え、ピーマンってどうやって食うの？塩？塩でいいんじゃない？いや、さ、ご飯さ、ん？ご飯さ、食べなかったら冷蔵庫入れといて。なんかその黒のやつごと？うん。めっちゃ美味しそうなんだけど、重くない？うまい。もう一個食う？え、マジ？めっちゃ美味しい。だから天ぷら俺作ろうか。うん。ゴミ。え、ピーマンうまっ。やばくない？俺揚げんのうまっ。おやすみ。おやすみ。